鉄ヤーです。スイッチ今のだ。東海オンエアではなくなったんですか。東海オンエアのって言わないと。そうだった。先日全国の味噌を取り扱ってる味噌屋さんにフラッと入ってみたんですよ。そんな瞬間はない。そんなところにそんな風に入ることはない。どこ？ビソンっていう。あ、ビソンね。あ、そう、ビソンっていう三重のなんかおしゃれな意識高い感じのホテルの周りに全国の味噌を取り扱ってる店だったんですよ。別にけしからんな。いや、けしからんくないだろ別に。味噌なんてもう赤一択だろ。全国の味噌だね。そうそう、まあ我々はね、もう生まれ育ったこの地に八丁味噌っていう最強の赤味噌があるからね。一番うまいからね、うん、他の味噌にあんまり興味持ってこなかったと思うんですけど、その味噌屋さんには全国味噌マップっていうものがあったわけですよ、うん、で、まあ、その味噌マップには全国の味噌とかいろんな味噌汁が載ってたわけなんですけど、はい、愛知県の味噌汁は赤だしの味噌汁って名前で、なめこと豆腐が具の味噌汁だったんですよ、うん、いいね、豪華ですね、結構な味噌的じゃない。てかもうその名前でさ、その全国味噌マップ愛知県で載せてもらえるのってさ、俺ら最強すぎんって文句ないでしょ、うん、そう、俺ら最強すぎんって思ったんですけど、まあ他見るとまあ見たことない味噌汁がいっぱいあるわけですよ、これは企画になるなということで今日はこの味噌汁どこの味噌汁っていうクイズをしたいと思います、はい、今回は味噌を使った汁を味噌汁としましょう。お、はい、なんだその言い方気になるな。気になるね。で3人1チームです。10種類の味噌汁を用意したので10種類何県か全部当てたらクリアです。塩分の塊じゃん。塩分はまずいね。じゃあ1人 200g にしますね。あ、に、1人 200g 飲む。はいはいはい、はい、どうぞ。昔ね、はい、昔も昔ですけど、はい、牛乳何リットル飲めるのみたいなね、うん、2リットルで吐いちゃうらしいみたいな動画撮ったんですよ、うん、あの時確か、うん、最後まで残った俺が 2.4 リットルで吐いちゃったんですね。確かに。ってことは同じものだとしたら12杯で死んじゃうわけですね。って考えると間違ってるのは俺だな。あぶねー、あぶない。ナイス、よく記憶残ってた。講義ってやる必要あるな。あぶねー。で、まあ難しそうなんで最初から名前は教えちゃいます。あ、なるほど。何々汁っていうね、はい、特徴が出るかもしれない、まあ、確かにね。今回の味噌汁こんな感じの名前になってます。おー、あ、もう、あ、もう分かったわ。アスカとかあるね。薩摩はさすがに鹿児島や。さすがだろ。ドロガメ汁、ドロガメ汁ドロガメ汁一番好きでありてえな。この名前をヒントに答えてもらいます。はい、はい、1から10まであるので好きな数字を言ってください。まあ1からいきますか。1からいくか、はい、1いっちゃう。はい、どうぞ。1番の味噌汁きた。何これ。何が浮いてんだろう。そちら 300g です。あれ、じゃあ1人100ずつぐらいにしました。はい、ありがとう。やったー。これ大事よ。これ喧嘩やめよ。マジで喧嘩やめよ。いや、マジよくない。まあ、別に多くてもいいや。俺最初いいよ、もうこれでいい、これでいい。これいこう。あ、結構とろみがかってるね。ねっ、けんちん汁みたいな、そんな感じ。納豆臭い。納豆汁だ。あれ、これいただきます。あ、意外と見た目に反して味が濃いね。うまい、うん、めっちゃうまい。好きうん、チャンさん美味しいって。よかったです。これチャンさん全部作ってくれたの。はい、料理長チャンさんです。やばいね。なめこもありますね、うん、なめこ、こんにゃく、てかめっちゃ豪華やね、これ、ね、これは納豆汁だと思う。いや、水戸、水戸、茨城でしょ。水戸黄門だもん。水戸黄門様が食べるもん、豪華になってる。一番は納豆汁と仮定して、今のは茨城県でございます。残念。はい、終わりです。ボガーン終了。今どこかの教会が爆破されました、はい、違うんだ。おしまいじゃん。え、何汁なのじゃん。じゃあどっかの県が見え張ってるか。じゃあ納豆汁は納豆汁だけで茨城じゃない。そうだったら終わりじゃん。てかちゃんと中身何が入ってるかさ見ろよお前ら。見たよ。見たやん。こんにゃくとなめこと、シャキシャキと、あのシャキシャキ何次は何番の味噌汁にする。2番ヒント書いてこう。2番。うん、はい、豚汁の匂いがします。大根。あ、これ何。鶏肉。うお、アスカ。アスカに一応鶏の字はあるけどぐらいです。あと人参とごぼう。ごぼうめっちゃがっつりじゃん。いや、田舎だこんなもんこれ都心部には絶対ないでしょ、こんな。じゃあ、いただきます。いただきます。結構がっつりしたごぼう。え釣り目の辺。あ、うめっ。うん、おしとやかな味なんだけど結構味濃いめで。鶏ってなると福岡っぽいよね。水炊きもある文化ですから。ごぼうがあるってことは結構山間部なんじゃないです
か。待って、薩摩地鶏と山間部の鹿児島。おお、ある。鹿児島で行くか。鹿児島でいいだろ。いいんじゃない。薩摩汁が美味しかったです、ありがとう鹿児島県。大正解。おお、やった、ナイス。昔1年いや俺山間部って言ったから。いや違う違う、俺鶏に気づいてるから俺いや、まあ今の私密だったな貸さなかったらかっこよかったね。すぐ行ったからね。走ってきたから、すぐ行ったよ。あの速さはマジでずっと思ってたんだこれ危なかった。これ3杯食えなくない。重たいね。ここガッツリよ、ガッツガッツガッツ。いや割といける気にしてきちゃった。そういう考察ね。いけますか。無理かもな。でもな、そっちやれバグがあるなら修正したいけど、このままでいい。今半分でいい。マジで。それかもうちょっと分かる状態でいい。ああそうだね。今結構奇跡の正解な気するしね。じゃあ分かりました。はい。さすがに難易度がきつすぎるみたいなので、量を今300なんですけど、それを200に減らすか、はい、今から出す味噌汁の名前が何かをもう教えちゃいます。おお。ちょっと簡単か。いや簡単かな。聞いたとて分からへんか。200に減らして、はい、答えるときに合ってるのか合ってないかも教えてもらえる。ああ。いいでしょう。あーそんぐらいいただいとこ。あ、はい、これあの回収できますか。1番納豆汁だったんですか。納豆汁です。おお、納豆ではある、ね、じゃあ茨城じゃないのやばいじゃん。まあでも何はともあれ情報はこれである程度出ましたよ。はい、じゃあおいや次順番いっちゃった。3番で何はともあれ。ハラホラ冷えあれね。これってオリジナル俺の俺じゃな、誰も言ってると。俺最近やっと口に出したんだけど、オリジナルか分かんなかったから。としみつ初めて結構受けたじゃん。俺もとしみつからしか聞いてことない。じゃあ俺か、調べてみる。なんかドラえもんとかでハラホロヒレハレって言ってなかった。ハラホロヒレハレはよく言うね。ない。ウェブ検索では一旦ない。一旦ない。チャット GPT に聞いてみます。としみつが何はともあれハラホロヒレハレというギャグを思いついたらしいんですが、特許申請した方がいいですか。違う違う、ちょっと出てるわ聞いちゃった。元からあるから聞いてほしい。ギャグやジョークは特許の対象になりません、うん、したがって何はともあれハラホロヒレハレというギャグに対して特許申請することはできませんが、商標登録ができるって。ひと金いらないんだろ。あー来たよ。来るよ。3番あーきたなんだこれ。ちょっと今のところ全部白いやん。なんかぬめっとした何か味噌汁って言っていくよ。で、なにこれ。もっちりせんべい。せんべい。いや、小麦粉のベタッとしたやつ。なんだっけそれ、見たことある。俺も見たことある。ほうとうみたいな。すいとん。あ、ほうとう、すいとん。すいとん。うん、入ってる。いただきます。ベーコンですね。いや、これ耳やろ。耳の形してるじゃん。おお。だから、どこか全く分かんないよね。ほうとうってさ、全然別物じゃなかった。ほうとうって何。山梨の。これスイトンじゃない。スイトン。ぐちゃんって入れてぐちゃんと固まるみたいな。それを入れるってことは過酷な場所だと思うんだよね。寒さが収穫とかできない時に冬とかに保存食で麦とか残ってるから入れちゃおうって言って、その子たちが意味だよ。北新潟あるした秋田。秋田っぽい。秋田行っとこうか。3番耳、そして秋田。残念。うわ違うか。ただし耳です。うわあ、あってはいるんだ。新潟はあなたありそう。うわ、ちょっと今耳押しとく。押そう押そう。耳、耳くれ。おかわり耳。新潟じゃなかったら次行こう。行こう。おっ、一人一個耳がある。じゃあじゃんけんで待ってやつつこう。うわー来たー。ちょっと場を整えるわ。わーやばい、領域展開された。広がったよ今。はい、最初グーチョキポイ。アイクショー、アイクショー、イエイ。最初グーチョキポイ。バカめ。いただきます。ほら、これ耳やんね。ほんとじゃん。普通にさ、北海道って聞くのはないの。青森も全然あるかも。うん、東北味はあるなって感じ。東北味あるね、分かる分、うん、まず新潟か。まあ、そんな気がするね。うん、耳汁は新潟。残念。はぁ、次行こう。4番。なんかさ、すでに眠いのって俺だけ。いや、俺もやっぱり。いや、無駄。俺もえ、眠いよね。体温まっちゃうからさ、うん、目をこうされてるんだよ、今。きた。はい、4番。おっ、あと、アオサージ。アオサージ。これは、いただいた。年見つのみな。いいよ。アオサ、アーサー、沖縄だよね。うん、なんか生姜っぽい。沖縄の食文化もね、だいぶ違うもんね。これ沖縄でしょ。沖縄アーサー汁っしょ。アオサ、アーサー、そして沖縄。どうだ。
大正解。よしよしよし、これはラッキー問題だった気がする。素晴らしい。でかいよ、ありがてー。もう5番いっちゃおうか。いっちゃおう。5番、はい、1回全部見てやるよ。5番です。はい。いやなんだこれ。うわこれいいよ。これいっぱい入ってる。あ、かぼちゃだね。ナス、かぼちゃだ。かぼちゃ、ナス、ボン汁か。こん中で言うと、いや、泥亀もあるよ。藤田さん、はい。あ、ちょっと結構どんどん担当性になってくる。いただきます。おー、かぼちゃだね。そしてこれはなんだ、白いドロドロ。え、長芋。そうだ、俺見て食べたものが何かわからないっていう癖があるんだ。誰ちょっと危ない危ない危ない。ジェイモ、これでしょ。そう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 。里芋。ああ、そうなの、ね。あ、これあれだね、名前の。サヤエンド。普通の名前も入った。これ枝豆だね。普通違うね。根菜がめっちゃ入ってんな。うん。油揚げ。これアスカ押したい。いいよアスカ。うん。でどこ県。奈良。おお。昔の豪華感ある。鳳凰の色ですよ。ちょっとあるよね。じゃあアスカだ。いけ。この鳳凰のような素敵な汁。はい。ズバリアスカ汁ですね。ありがとう。たらけ。残念。ただし。残念。え？アスカでもない。泥亀と。ボン汁。ボン汁。もうちょっと粘る？かぼちゃ。でも次行ってみない。もう行っちゃうか。6番でいいですか。はい。めっちゃ眠たいわ。いやマジでね、めっちゃ眠たい。やばいよ。6番です。来た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 。白い。普通。うわ、めっちゃ普通じゃん。え、さっきと何が変わった？何が変わったのこれ？あ、せんべいや。え？お！見るかいでみ。一発で？せんべい？せんべい。知らなかった？せんべい汁？これせんべいでしょ？でもせんべい。夢丸ってね、鼻いいんだよね。いい、食べて。うん。せんべいっぽいね、でも。ガチで。何入ってるの大事？鶏肉。うん。あと、なんていうんだっけ？高野豆腐。あ、高野豆腐。人参。白滝。あとごぼうかな。長野が消しちゃうな。うん、ネギも入ってる。ネギもあるか。じゃあ寒いか。まあ、よく分からんけど長野を潰してもいい気するね。俺もめちゃくちゃうまいわこれ。うわ、いいな。ごちそうさまでした。よっしゃー。こちらの汁はせんべい汁で長野県。残念。でもせんべい汁です。おお。まあまあまあ、それだけでもね。なあ、7番いっとく。7番いっと。2個しか当たってねえの。やばいでしょ。鬼7番です。よし。はい。おお、なんだなんだ、牛肉が。何が入ってる。ナス、かぼちゃ、あずき。アスカじゃね。そうなの。ついに。あずきってアスカ。何がアスカ。マジで知らんけど。いただきます。いとこ。うわ、何これ。甘い。なんか甘いんだけど、塩分もあるの。あー、あ、なんかこういう料理って感じ。うん。あー、スープっぽくない。ポタージュ。そうだ、ポタージュ味があるね。てか、あずきのあれが違和感がある。これなんか偉いやつが好きだったんだろうなって感じがするわ。じゃあアスカか。ええと思うで。きたー。癖になりそうな味でした。おお。この汁。はい。アスカ汁。そして奈良県。残念。よ。残念。おーい。アスカでも奈良でもない。泥亀汁だったかな。ほい。はい。うわ、俺ここでか。だってこれさ、得ないな。大山椒みたいになってるよ。あー、本当に何のヒントも与えれない、ごめんね。お前味、教えてどんな味がするとかさ。なんか、薄い。お前、本当にこれナス以外ないんじゃないか。泥亀じゃねえか。ボン汁って可能性もあるよ。で、ボンでさ、ナスがさ、迎えてるでしょ、死者を。割り箸さした。おボンだったらもっとさ、ナスとか以外に見れん。ボン要素どこが亀だったの。泥亀だったの。泥から亀が出た時の切り方したよ、ナスが。言いたいことある。あ、頭。これ切り方、甲羅じゃん。じゃ、泥亀だ。甲羅だがね。ってことは、どこなんだ。岡山。いいよ、今のはどう見ても泥と亀でした。泥亀汁、そして岡山。残念。やばいってこのクイズ。ただ泥亀汁です。うわー、あー、そうだ。
ホーラーさ。あと9、10行く間に1個当てよ。9番。はい。うわ、あ、出た。やった。そうめんや。ナスビとそうめんのお漬けだ、ちゃんとあるじゃん、よかった。そうめん、やっぱりイボの糸。あれどこ、あれどこ。イボ、イボってどこだ。てかさ、ナスをさ、メインとするのってさ、やめた方がよくない。もう岡崎市も取れてる野菜でナスがめっちゃ多いんだよ。ナスはサブなの。ナスがこんなに取れてますって胸張っていいことはないと思う、俺も。それはなんかあんまり売りがないって言ってるの同じだと俺は本当思っちゃう。でもそれはみんな言ってたから。だって安城はイチジクがあります、はい、素晴らしい。岡崎市に意外と何もないんですよ。イチゴも確か取れるんだけど、まあでもナスの方が多いかみたいな。他のさ、土地乙女とかが強くなっちゃうでしょ。ナスで自慢するのはやりすぎ。やりすぎだと思う。これは言い過ぎです。本当に。でも俺は絶対大丈夫。俺ほんと J でやってたからナスしかないよねってみんな言ってたの。腕組んでナスしかないことを別に俺言ってるわけじゃないの。料理の単体としてナスが顔張ってんのはまずいよって言ってる。それ一緒じゃん、そのナスしか。じゃあうちはナスがあるから。じゃあナスしかなかったから美味しかったです。俺やっぱこいつ一番やばい。一人だけ抜けるし、ちょっとなナスがメインでもいいな。で、何の話してた。もう一発当ててくれよもう。ナスビとそうめんのお漬け、こちらは広島。残念。おい、ナスビとそうめんは正解です。勝手に食って勝手に外すんじゃねえよ。10番。勝手に食ってるからいいだろ。勝手なことしやがって。10番。何が入ってる。え、え、じゃあシチューみたいなやつぞ。お、マジ。ほら、お、マジでシチューだ。ガチ、社会でシチュー。クリームシチューだ。本当じゃん。クリームシチューって何ですか。ってことはいとこか、アスカか、ボンしかない。あ、アスカか。これ、初登場。これ何。野沢菜。あ、野沢菜だ。中野。中野だ。中野だね、野沢菜。俺、野沢菜が大好きなんです。大好物ですよ、なてつや。大好物なんですよ。マジで。野沢菜漬け。野沢菜、そうそうそう。まあ、椎茸もありますね。と、豆腐。うん。鶏肉も入ってるね。鶏肉もある。豪華だね。結構豪華だよ、これ。もわ。これこれ多分、てつや大好きだと思う、これ。俺、うわ、そう、一旦泥かぶで消費したのめっちゃ悔しいわ。どこの方に謝ればいいかまだ分からんけど。ちなみにそちらのお味噌汁には野沢菜は入っておりません。なんか、あれ、菜の花。なんかポカってやつ。なんだっけ、春菊。あ、春菊、そう、春菊。正解。あ、じゃあ大丈夫。食えば味わかるよ。なんでも春菊って言わんかった。春菊の香りの…味わうし、黙れ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 、めっちゃ赤ちゃん早かった今。黙れ、黙れ、黙れ。高まされたらすぐです。言い過ぎだ。じゃあさ、俺奈良行っていい。本当にアスカだけ。奈良、そしたらあんたバカって言ってまた構わないから俺。アスカ、本当に。なんだよ。いいよ、もう年齢、お前が食ったんだから俺が食ったんだ。アス、え、当てるから黙っとけよ。やれるもんならやってみろよ。いきます、じゃあ。はい。アスカ汁。ああ、奈良県。行っちゃった。大正解。シャイブッショー。ナイス、ナイス。やめろ、やめろ。ナイス、ナイス、ナイス。やっぱりだ。こいつら本当に。ナイス、ナイス。皆さん、信じる心が大事なことが今カメラを通して証明されました。マジ。はい、もうやっぱ言ってた通りだね。周りに何を言われようが信じ続けてください。あなたは間違ってない。仲良く行こう。仲良く今日喧嘩しないって言ったじゃん。これで3つの剣が当たりました。はい、そして10種類食べ終わりました。絶望ってことですね。まあ現状は絶望だね。いや、マジ絶望だよ。難しいね。もう7個の都道府県行っちゃっていいかな。ええ、いいんすか。え、じゃあもう絶対当てれちゃうよ。すごい。都道府県って結構いっぱいあるの、実は。あるね、そう、めっちゃあるの。めっちゃあるじゃん。こっからマジで的外れのこと多すぎるから。簡単すぎてもちょっとね。もうちょっとやってみる。もうちょっとやってみたらいい。せめてさ、汁当てていくか。今5番と7番の汁が確定しないから、ボンいいとこがないんだ。5番もらおうかな。じゃあ本当に絶望した時に絶望だって言ってね。わかりました。5番のお味噌汁です。これね、はい、黄色いやつ。そう、カレーだ。あの里芋、だからこの辺ちょっともうアスカで余裕やろって思ったからメモしなかったみたいな。里芋、かぼちゃ、インゲン、インゲン豆、枝豆も置いてあるんですよね。里芋っていつ寒い時じゃない。もう、そうだ、鍋に入れちゃうから。じゃあ、ボンじゃねえわ。いとこだ。いとこ、あ、サヤエンドウと枝豆。豪華だよね。これね、わかりました。
どこや。熊本です。なんで。なんとなくです。なぜなら私には地理がないから。三重県は。いいよ。地理ないから。地理ないから、伊豆の時も簡単につけない。いや、熊本で行こう。いいよ。本当に。東海県だったら、まだ赤なんじゃねえかって思わない。三重だったら。一回言っといていいっすか。いいよ。知る確定させる意味も込めて。ああ5番はいとこで熊本。残念。ただ残念。じゃあボンだったってこと。全部違った。ボンじゃん。小豆がじゃあいとこなんだ。あ、味噌が大豆だから。そういうこと。そういうこと。食いたいやつ全然いっちゃっていいんじゃね。じゃあ6番。6番ビタだ。残念。何してんの。秋田県。残念。危ない。岐阜県。残念。山形だな。6番持ってきてください。もう分かった。俺も6番ください。じゃあ6番2杯お願いします。はい。もういけるなら行っちゃおうよ。もういやでも哲也が正解した時俺いらなくなっちゃうから。いやじゃあ信じるならいいよ。ベッドする。俺山形。宮城。宮城だけはないからな。何だけって。青森ぽい。ある。じゃあ青森ベッドしますか。青森ベッドで。俺も哲也。バカだなこいつら。山形なのに。うまっ。山形の味するわ。目を閉じると青森の過酷な冬が本当浮かんでくるよ。うるさいわお前。5時いっちゃう。今のせんべい汁は、はい、せーの、山形。青森正解。イエーイ。うわー。最初から言っとるやん。青森だって。いや俺も哲也言ってる通りだと思ってたからさ。なんで余分に食うかや。チームプレーだって。お前も食えんやん。俺こんかったよ。なんでどっちみち2対1なんだよ。4つ開きました。4つ。まだ山梨って言ったっけ。ほうとうの切れ端からさ作られたりしてない。何番食べますか。耳いっとく。何番。3番。え、なんだと思う。何杯食べるんですか。俺山梨かなと思って。それはない。チームのために頑張ってあげたいとこだな。食べます。としみつは。うわ。3番。さすがに誰かにもなるしな。耳1杯目もう2杯追加。当ててやる。いただきます。しいたけ、こんにゃく、ごぼう、里芋。耳、意味あるのかな。やっぱり分かりやすいのかな。わざわざ作ってる感あるよね。さあ、食べ終わりました。もう同時なんじゃないこれは。せーの、山形。山梨正解。おめこやった。まあまあまあ山梨山梨。まあ哲也なんて言った。宮城と山形大違いだからな。山形もさ、何その、たまたま山かぶってちょっとシンクロしましたね、顔してるけどさ。マジで関係ねえからな。違う、山形の方がさ、森がやっぱり惜しかった感じだ。外してる二人で喧嘩するのはやめてや。でもまあ、ナイスです。いや、よかったよ、やめて。残り半分。よし、じゃあもう、無理だ。半分だよ。無理だ。半分だよ。だってもう、こっからさ、誰ってやつしかいないよ。本当にもうだって。俺は強いやつしかいないじゃん。ヒントないもんね。だって間違え。残念。お前さ。どろかみちるは、こっけん。残念。うっ、あー、まずろ。いともちるは、大阪府。残念。やばいやばい。いけ、頼むぜ。ラットちるは、こっちに行け。残念。はい、終わり。ガチで終わり。都道府県聞いちゃいますか。もう聞こう。都道府県発表します。こいや。残り5つはこの5つです。うわうわ。山形も京都もいるやん。三重県いるやん。ぼんじる。ぼんじるじゃね。で、納豆山形じゃね。そうだね。あー、なるほどね。え、滋賀は。ゾロガメや。ゾロガメや。どこが富山。あー、好きっぽいかなんか富山って。じゃあ夢丸注文どうぞ。8番。哲也注文どうぞ。5番。としみつ注文どうぞ。なしみとそうめんのおつけを。はい、はい、どうぞ。来ちゃった。ちょっとやばい。ナス何本食ってんだ今日。うわー、ここ外したら揶揄される。お前らに揶揄される。ここでここで外したくない。俺も合ってるか分からんもんな。でも京都はアンパイ当ててほしいな。やばお前。泥亀さすがに滋賀だよな。俺は三重かもしんないなと思うな。でもさ、俺の盆も三重かもしんないでしょ。盆山形は。でもそうすると、じゃあ納豆どこ行っちゃうみたいなさ。よし、行こう。俺だ。行くよ。うん。泥亀汁、滋賀県。正解。しゃー。ぼん汁、山形。残念。なすびとそうめんのつけ、京都。残念。
折れた意外と難しい難しいやんけ。ちょ、俺もう分かったことがある。ボンどこ行ったのお前。ボンは山形。山形は納豆やで。納豆は三重。嘘。これなんか納豆が好きすぎるから、うん、水戸の次の納豆系の何かで三重を見た覚えがあるわ。それなんか結構強めだね。それなんか見たことあるよ。任せて。納豆君領山形か。そうね。ああ、じゃあボンジル富山やろ。いや京都か。じゃあボンジルください。なすび。いや頼むマジで。でもこれは出たらもう終わりでしょ、うん、もう最後1個だけだから、ね、はいどうぞ。よっしゃ行くぜ。意外とトップクラスなんですかね、これ。これを初期ルールノーヒントで完遂したやつらがいたらクイズノックを超える。さあ、笑わせるよ。これ京都ね、京都ね、うん、京都。俺山形ね。ボンジルは京都。残念。あれ、あ、終わった。あれ、納豆は三重。残念。あれ、ナスビは山形。残念。ちょっとひもい。やだ、ほんとにやだ、もうやだ、ね、やだ、もうなんでさっきなんかどうやっちゃった。もうやだ、もうやだ、ほんとにやだ。今2連敗してるよ、自分ら。そんなさ、チームプレー。ボンボンボンが何。俺京都って言った。だから富山か三重しかないよね。何食べますか。納豆。納豆1。ボンボンボン。またあるやん。と、もうどっち、どっちかだよ。富山か三重でしょ。そりゃそうだな、谷川さんだから。どっち。俊光が行った方で行くわ、俺三重。じゃあ、じゃあ俺富山行くわ。これで違った時マジやばい。マジでやばい。納豆まだ三重じゃないことしか分かってない。茨城、栃木、東京、栃木だから。納豆は富山、京都、山形のどれか。どうぞ。納豆どこって言うの。納豆さ、京都って言ってるね。納豆、京都行っとく。もう行っていいよ、もう。食った。食った。食ったぜ。いいですか。はい、どうぞ。ボンジル、富山。残念。納豆、京都。残念。ナスビ、三重。残念。きたー。何やってんの。何でよ、こんな外せることある。ナスビ、三重、三重。ナスビが。ナスビ、富山。あー、全外し。くねえ。ナス層全外れ。ボンが三重。ボンの三重は俊光、ね、選択肢出す前から言ってたからね。確かに。なんでお前ら信じる。なんでなんでやんの。信じろよ。もっと弱い。お前の発言が弱かった。ごめん、なんで怖い怖い怖い。あげればよかったんだ今。すまなかった。ちょっともう一人の俊光が出てきてくれた。納豆がでもまだわかんない。京都行って違うなら山形じゃん。いとこが京都。大阪までは行ってたのか。ほんまに。バズンカス食いもんね。はい、これがいとこか。これで終わりでしょう。もう一杯あるわ。食べちゃってよ、それ。もうちょうどいらんわ。最初はグーじゃん。あっ、行ったやん。行ったから。お前なんなの、当たりに行ったよ。食べ終わりましたね。よし、じゃあボンジル三重県。はい。納豆山形。はい。いとこ京都。はい。なすびそうめん富山県。大正解。クリアー。マジできつい。タポ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 。やりきりました。やりきった。どうでした。お気に入りのお味噌汁は見つかりましたか。いやもう、せんべい汁。あ、俺一番下。あ、シチューか。シチュー。まあ、アスが結局全勝った。もう納豆結構好きだったかな。赤だしを入れると。赤だしだ。赤だしだね。絶対赤だし。すごいよね、それ。でもどれも美味しかったっすね。いや、それうまいんだよ。まあ、たまに食う分には全然美味しい。わかる。味噌汁という食べ物自体が最高の食べ物だということがわかりました。すごい。お疲れ様です。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。